昨日午後2時前古河市獅子部の海岸で波打ち際に男性が倒れていると通報がありました男性は病院に運ばれましたがおよそ2時間後に死亡が確認されました警察によりますと亡くなったのは福岡市城南区に住む77歳の男性で死亡原因は水死でした男性が亡くなっていた古河市の海岸です 付近にはこのように遊泳禁止の看板が設置されています警察によりますと当時男性は酒を飲んだ後海で泳いでいたということです男性は友人と一緒に海で泳いでいたということで警察が当時の状況を詳しく調べています全国で相次ぐ水難事故おとといは高齢の男性2人が海で溺れて死亡鹿児島県の眞之瀬川では 中学3年生の男子生徒が溺れ、深さ2.5メートルの川底で見つかりました。そして昨日は、10歳の女の子と19歳の男性が川で溺れて死亡。三重県の伊勢湾では、アサリを取っていたベトナム人男性2人が波にさらわれ、岸から30メートルほど流されたところで救助されましたが、死亡しました。また今月5日には、 高知市の小学校でプールの授業中に小学四年生の男の子が死亡する事故も起きてしまいました。この事故を受け高知市の公立小中学校は今年度の水泳の授業を中止しました。子供というのはこうプールの高さ少し深さですね変わるだけでももう溺れたりっていうのもするんですかね。プールの深さを確認せずに飛び込んだっていう時が一番。 事故は発生するんですね。深さをきちっと確認して入れば、どんなに深か,かろうがね、浅かろうがね、危険なことはないんですよね。パニックって順序があって、まずあの固まる。まあ英語で言ったらフリーズって言うんですけどね、固まるんですよ。それから次になんか行動が入るんですけどね、アクティブって言って。で、そのね、フリーズの段階で水の場合は沈んでしまうので、 本当にね、何もできないんですよ。だから、助けてって言おうとすると、助けての楽しいしかね、言えない。結局ほら、肺の中にね、空気溜まってるわけじゃないですか。浮き袋なわけですよ。この浮き袋の中の空気を一気に出すってことは、声を出すってことでしょ。声を出した瞬間に浮き袋の空気が一気になくなるんですよ。そうすると、そのまますっとしてい